経過5分経過。Bye!
最初の方に当ててください。試合時間10分経過、10分経過。
カイツ、お前との対戦はいつでも面白いよ。プロレスが本当に楽しいよ。そんなあいつだからこそ2月5日最高の核タイトル戦になると思う。必ず私は防衛する。もちろんレイに捧げる最高の試合にしたいと思ってるから。ボーリー翔一さん、あなたはプロレスが楽しいって言ってるけど、自分はすっげえ悔しい思いしかしないんですよ。悔しいも楽しいうちなんだよ。わかりました。来週その言葉そのまんまお返しします。レイさんの思いもベルトへの欲も自分の方が絶対に強いんで、来週楽しみにしてください。1週間後でパワーアップしてきます。超えたら願い事を叶えてもらうっていう約束、忘れたと言わせませんかね。いや忘れてないけど、今試合してたの見たよ。今思考能力はあんまりないと思うけど、どうぞ。その覚えてるかどうか。私が忘れるわけないでしょ。ですよね。それでと、ヤコの、あのフォロワー1000人ね、ツイッター始めたんだよね。はい。で、フォロワーが最初少なかったから、はい、2016年のうちにフォロワーが1000人になったら、なんか願い事聞いてあげるよって言った、世間話ですか、この雑談をずっと覚えてて、そして1000人超えたと。はい。はい。それからどうした？ヤカのお願いは何かな？自分が主役になる興行かイベントをやりたいです。いや、もうすでに主役でしょ今。いや本当の主役になる興行かイベントをやりたいんです。自分一人の。あ、ヤコ中心のね。はい。皆さん来ますか？ヤコイベント。あれ、なんか微妙だよ。え、来てくれますよね。不安しかないんだけど。ヤコイベントありがとう。思う人、もう一度私なんか裏で殴ってるみたいなんです。でそれで、じゃあとりあえずもうね、結果のことは気にしないで好きなようにやりなさい。はい。2月26日、JWP 興行が入ってない日曜日、はい、亀有奈が空いてます。亀有奈で役を自由にして。はい、 OK。 はい、ありがとうございます。はい。で、私たち何するの？まあちょっとなんか雑用系のちょっと雑用じゃなくて、なんかちょっとサポート的な、自分のサポート的な感じで、あの、いていただきたいです。サポート雑用系ってなんだよ。サポートでお願いします。初めて聞いたよ、雑用系。あ、分かった。じゃあ、まあ、JWP ね、全選手、はい、ヤコイベントが、無事に、成功するように、はい、はい、協力していきたいと思います。はい。はい、じゃあ、以上で。ありがとうございます。それともう一つ。ありがとうございます。何ですか？それともう一つ、もう一つだけあります。なんか、ここでヤコと喋ってると、すごく仲良しみたいだから、もう一つ、はい、簡潔に、はい、どうぞ。はい、あの、次の自分、成敗したい相手、見つかったんですよ。誰だ？ DDT のチェリーさんです。なんかチェリーですかって、なんかこう、ダメですか？ダメですか？いや、でも人がどうとかじゃなくて、ヤコがどうしたいかでしょ。はい。自分はまあいい年して、まあ
フリフリな格好なコスチュームのチェリーさんに私はもうすごく腹が立ってるんですよ。ちょっと私そんないい年してとか言ってオファーできないよ。ちょっとどうすんのこれ。え、ほんで、はい、まあどうせまたボイスさんに何が何を売れとかそういう言われると思うんですけど、それはもう覚悟の上です。何でも言います私は。ひどいね、どうせとか言うんだよこの子。言葉の端々にね、なんかちょっとっていうのが出てくるんだけど、そうだね、私がちちりちゃんに、いい年こいてあなたは、可愛くぶってるからエコが成敗したいと言ってるんですがどうでしょうかってオファーをすればいいんだね。いや、もうちょっと優しくちょっと言ってください。私が言った言葉はそのまま言うんじゃなくてちょっと普通に出てもらえませんかっていう感じで言う。本当？はい、怒らせたら私もちょっと怖いんで。そうだよ、皆さん SNS 気をつけてくださいね。わかった、じゃあ、私がヤコが私のお願いを聞いたら、私もすぐにオファーをする。お願いします。柔らかくね。はいはい、今日はそうだな、1月の開幕戦 JWP 開幕戦の DVD、はい、さっき見たら、10個以上あったから、あなたは頑張って今日これを、10個売ってください。これから休憩時間です。皆さん、ヤコ対チェリー、はい、ヤコは成敗したい、成敗するところ皆さん見たいですか？ちゃんと成敗してよ、今日サンちゃんに成敗されてたけど、はい、頼みますよ。はい、頑張ります。はい、じゃあまず頑張って DVD 行ってください。はい、DVD 買ってくださったら自分またサインしますので。